きなのか、その花。その花、バベンサロアメンデクがレナとダナが一つになった印と言われているから。レナでもダナでもない、自分のこと思い出させるから。なのにどこに行っても生えてる。アルフェンはどうして平気なの？王の調整隊である言葉か。見ずにいた時、他の場所でも聞いた。炎の剣はレナの最悪、破壊者だって。ダナの人たちもそう。みんな自分とは違うって目でアルフェンを。なのにどうしてそんな風にいられるの？何も感じないわけじゃないんだ。ナザミルは俺が怖いか？確かに私たちはレナの体制を壊した。だけどそれは誰かを傷つけるためじゃなかった。本当よ。分かってる。アルフェンもシオンも最初から私を助けようとしてくれた。スルドの娘、ダナの子、調整隊。私が何者なのか知っても変わらなかった。嫌わず守ろうとしてくれた。初めてのこと、嬉しかった。だから、あのね、だから、ありがとう。お礼を言うのは俺の方だ。え？誰かが不当に傷つけられないこと、もしそうなりそうな時は力の限り守ること。俺はずっとそのために戦ってきた。だからナザミルがそう受け止めてくれて、やってよかったって思えたんだ。ありがとうな。正しいと信じてしたことでも、いつも分かってもらえるわけじゃないの。あなたの言葉は何よりの励みだわ。
人は生まれや素性で相手を判断しがちだ。実際に何をしたかじゃなく、思い込みだってある。世界は変わっても人々の心は簡単には変わらない。それでも俺はどうすればいい。私アルフェンの力になりたい。役に立ちたい。何をすればいいの。それは、おい、部屋の準備できたってよ。ああ、わかった。行こうか。続きはまた今度話そう。ここでどのくらい暮らすにせよ不自由することはないはずだ。うん、考えたら随分仰々しい名前だよな。あの花確かティオハリムが名付けたのよね。世界合一で現れた花だ。どうせなら融和の象徴になればと思う。正式な住まいが決まるまではここがナザミルの家だ。じゃあここでお別れか。寂しくなるな。ビスキントに来た時は顔を出すわ。うん。ナザミル、渡すものがあるんだ。これ、あの時の。そう、大切な人への気持ちを込めるお守りだよ。私たちで少し直してみたの。お前は自分にそんな人はいないと言ったけど、これには俺たち全員の思いがこもってる。でも、だって…本当に…あ？俺たちが仲間であることの証。また会う約束の証だ。友達ってこと。友達…私の…同じ…一緒の…よく似合ってるわ。ありがとう。必ずまた会おうな、ナザミル。ナザミルのこと、なんとかなってよかったわね。ああ、それだけでもビスキントがこうであってくれてよかった。よかったですね。これも巡り合わせというものかな。ラギルって金砂の猫の女の人だっけ。今は私と同じく五民隊の一員だ。その彼女が探しているというと。
何か困りごとってか。ラギルは宿場の近くにいることが多い。行こう。あんたのその剣。剣？ああ、悪い。珍しい武器を持ってると思ってな。ごめんなさい、彼そういうのに興味があるから。キリト君、話をするならまずは私たちの自己紹介をしなくちゃ。そうだな。俺はキリト、剣士キリトだ。私はアスナよ、よろしくね。俺はアルフェン、こっちはシオンだ。よろしく。キリトとアスナ、あなたたちよくここに来るの？いや、ここに来たのは初めてだよ。キリト君がどうしても気になるって言うから立ち寄らせてもらってたの。気になるって？ここ修練場よ。まあ、命の心配も恨みつらみもなしに自分を試せるんだ。それでもう十分暴れたのか？そのつもりだったんだが、正直もう少し歯応えが欲しかったな。という感じでキリト君にはちょっと物足りなかったみたい。随分腕に自信があるよね。だったら今度は俺たちと手合わせしてみないか？あなたたちと？ちょっと何を言い出すの、アルフェン。いいじゃないか、シオン。俺たちだってまだまだ強くならなきゃいけないんだ。そのために強い相手との戦いは絶対に役に立つ。それにキリトたちがどんな戦い方をするのか、どんな風に武器を使うのか。どうせその興味が本音でしょう。いいこと、あくまで鍛錬のためよ、遊びじゃなくて。いい？分かってるって。そっちはどうだ？どうする、アスナ？それを私に聞くの？キリト君の答えはもう決まってるんでしょ？お見通しってことか。分かった。あんたたちの力見させてもらってもいいか？ああ、やるからには本気で行かせてもらう。こっちもだ。それじゃあ中で会おう。二人とも、とんでもない凄腕だったんだな。あんたたちこそ、俺も楽しませてもらったよ。見たこともない技ばかりだった。一体どこで習ったんだ？あと、
ほとんど実戦で身につけたんだが、強いて言うならアインクラッド流だな。アインクラッド流、耳慣れない名前ね。そうね、きっとここで使っているのは私たちくらいだと思うわ。相当珍しい流派ってことかな。俺でも習うことはできるか？教えるのはあまり得意じゃないんだけどな。いいんじゃない、キリト君だってこの人たちの戦い方に興味を持ってたし。まあ実戦でいいっていうなら考えておけよ。それにしてもあなたたちの戦い方、信じられないくらい息ぴったりね。ああ、どうやったらあんな風に連携取れるようになるんだ？そうね、キリト君とは長い間パートナーを組んできたからかな。アスナのおかげで俺も目の前の相手に集中して戦えてるよ。信頼し合ってるんだな。そうだと嬉しいんだけど、キリト君って結構隠し事が多かったりするのよね。私に何も言わないで危険なことに首を突っ込んじゃってることも多いし。それは冗談よ、半分くらいはね。おいおい主導権はアスナの方か。人事みたいに言ってるけど、いつも勝手に厄介事持ち込むのは誰？いや、それはそのまったく。そっちだって似たようなもんじゃないか。お互い苦労してそうだな。何が？何？いや、なんでもない。キリトとアスナから学べることは多かったなって。まあ、得るものがあったならそれでいい。私たちもいい経験になったわ。よかったらまた戦いましょう。俺たちしばらくはここにいると思うから、また声をかけてくれ。わかった、キリト、アスナ、またよろしくな。なんと甘美な響きか。そうですか。何かあったの、ラギル？ズーグルよ、とうとう牧場にまで現れるようになったわ。牧場が？それは由々しき問題ね。そうなのか。知っての通り、総世界の合一後、各地の精霊力属性は緩やかに均衡が進んでいるからな。その影響でメナンシアでは以前より収穫量が低下している。その意味でも牧場の被害は問題なんだ。まあ要するに畑や牧場を守るのは大事って話だよな。あれ、でもゴミン隊は？ズーグルならゴミン隊の仕事だよね。もちろん何度か出動したのよ。でもなぜか毎回裏をかかれてしまって。だからこうして教官殿に相談してるの。分かった、私が行くとタイには伝えて。皆はその間町で。君は悪い癖が抜けないようだ。もっと周りを頼りたまえ。ですがこれは難しいことはともかく、食料危機は捨ておけないわ。動機は十分だ。行こう、キサラ。助かる。気をつけて、相手は本当に神出鬼没よ。総世界合一の後は全てのズーグルが実質はぐれになったせいで厄介が増えたな。なんで？
レナ人は操れなくなっちゃったんだろうね。レネギスあってこその能力だったのだろうな。ん？どうしたの？どう？いや、なんか気配を感じたような。何もいないけど。気のせいか。ロウ、し、やっぱり何かいる。何かってズーグルか？ネズミとかじゃないの？違うと思うけど、わからねえ。一発ぶちかまして炙り出し。待って。ナザミル、ついてきたのか？まさか町で何かあったのか？違う。ただ残りたくなかった。町より一人で外で暮らす方がいいというのか？そうじゃない。ただ俺たちと一緒に行きたいんだな。うん、分かった。本当にいいのか？もう会えないってわけじゃないし、ビスキントにいる方が安全なのは間違いないぜ。でも私たちみんな一人ぼっちの辛さはよく知ってるよね。そりゃそうだけど、さっきの姿を消す能力、いざという時はあれを使えば隠れられよう。約束できるか、ナザミル？うん、約束する。決まりだ。あの牧場も久しぶりだな。元気してっかなあいつら。動物好きなの？好きっていうか仲間と思われてるんだよね。しげえよ。腹減ってきたぜ。早速料理してみるか。善は急げよ。やあ。ええ、いいわね。あの女性、やけに筋肉にこだわっていたな。試験とやらと関係があるのだろうか。私たち一体何を試されてるんだろう。ちょっと怖いよ。でも筋肉好きに悪いやつはいないと思うぜ。ああ、鍛えた筋肉は努力の表れだ。あのおばさんはきっとキサラの筋肉を見て俺たちを信じたんだろう。なんでそんなに筋肉への信頼が厚いの？
なさい。これで終わりだ。その調子で続けて。決めてやる。私も援護するわ。ヤマトロール。もう一発。ノー。灼熱の。バーンストライク。見事な蹴りだったわ。任せとけってんだ。これがあれば武器を作れそうだ。さあ行くぞ。ヤマタロール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 。マジナリー全成長。全成長。ダイエテそのまま行って。ヤマタロール。ヤマタロール。灼熱のバーンストライク。今の急所に当てられたわ。すごい。それも頑張ったんだけど。灼熱のバーンストライク。もう終わったのか。ひょっとしてこれ貴重なんじゃねえか。あれが例のアイテムだ。またツーグルだ。ナズミル、俺を取り。さっさと決裂しろぜ。交流レンガさん。炎よ、私が止めるよ。こう飛ばれるとやりたい。精鋭力全開。いっけー。止めたわ。別に精鋭力合わせ技ならではだよね。残りは俺に任せろ。よー急に元気で。見てなさい。何は頼りになるじゃん。決めて。見たか。いつもこうだといいんだけどね。よし、これでズーグル退治は完了だ。農家のおばあさんに報告に行こう。
ああ、うんうん、やれやれ。農家のおばあさんに素質を見込まれたし、早くメナンシアの食料事情を解決しないとね。そうだな。おばあさんの手伝いに備えて今から少し鍛錬を増やしておこう。リンウェルも一緒にどうだ。はい、長官にも役に立つぞ。私は遠慮しておこうかな。遠慮なんてしなくていい。ほら、軽く腕立て伏せ100回から行こう。それ軽いの定義が間違ってるから。おお、お前さんらか。久しぶりだの。特に坊主、お前はもう少し顔出さんか。俺だって忙しいんだよ。待て、それよりじいさん、家畜がズーグルに襲われてるって聞いたぜ。なんじゃ、ご民隊の代わりなら最初からそう言わんか。ん？はて、見覚えのない顔がおるな。随分と若いが、ご民隊の新人か。違うよ、新人は新人でも私たちの友達。動物が襲われたの。ああ、そうじゃ。家畜とはいえ大事に育ててきたんじゃ。それをむざむざズーグルに食われるとは。それでどんなズーグルなのだ。わからん。わからん。いや、後からしてズーグルなのは間違いないんじゃ。だが何ともやられてるのに姿を見たことがない。一度なぞ音を聞きつけてすぐ駆けつけたのに見えなんだ。まったくもって不可解だわい。じいさん、見かけによらず無茶するな。何度も来てるということはこの辺りに住み着いてるとは思うんだがの。わかった、街道を中心に調べてみよう。ナザミルも動物好きか。うん、ひどいこと言わないし石も投げない。草を踏み分けた跡とか食べ残しとか見つけたら教えてくれ。これは？あ、現場で見た痕跡と一致しない。別のズーグルのだな。
足跡はどう？形が違うし、最近のものじゃない。そうなんだ。全然違いがわからない。ここなら煮炊きできそうだな。あ、今なんか。これはまた違うか。いや、牧場に残ってた特徴と一致してる。ということは。ああ、近いぜ、これは。だけ探してるのに見つからないな。それなりにでかいやつのはずなんだ。そうそう隠れられるはずねえんだけどな。これじゃまるで姿が。わかった。ナザミル、待て。何をする気だ。待ってて。俺の真骨だ。
風のために出会ったか。外さないわ。あがくがいい。傷を治すわ。ファーストエイドを使用。食ってしまったか。これが大丈夫だ。行け行け、とどめだ。精霊力をまた来る。姿を消せるズーグルだったとはな。道理で見つからないわけだ。しかしよく気がついたな、ナザミル。みんなが話してるのを聞いて、もしかしたらと思った。やつは自分は見つからないと思って、同じ見えない相手には油断していたのだな。余計だった。正直、危ないことをしてほしくはなかった。でもナザミルがいなかったら、俺たちは気づかないままやられてたかもしれない。ありがとう。そんじゃボグデルのじいさんに早いとこ片付いたって知らせてやろうぜ。おなんかご機嫌だな、ナザミル。人から感謝されるのって嬉しいもんね。ああ、やっと着いた。待て、あそこに倒れているのは。じいさん！じいさん！おい、しっかりしろ！坊主か。どうしたんだよ、何があった。あの後また例のズーグルが来よっての今度こそと思ったんだが、ぬかったわい。ひどい傷よ、今治癒術を。その人友達なの？友達っていうか、とにかく世話になってる人なんだ。わかった。ナザミル？これは。ん？じいさん！わしは一体。てっきりもうダメかと。あれだけの傷を一瞬で。大したものだわ。役に立てた？もちろんだ。ほら、お前さんが助けてくれたのか。うん。そうか、おかげで命拾いしたわい。ありがとう、ありがとうな。俺からも感謝するぜ。お前ってすごいんだな。よかったな、分かってくれる人だっているんだ。これからだってきっと。さて、今度こそ任務完了だな。ラギルに報告に戻るとしよう。よもや捜索の隙を突かれるとはな。ああ、危うく取り返しのつかないことになるところだったぜ。本当、ナザミルがいてくれてよかったよ。ねえねえ、思ったんだけどさ、ビスキントに戻ったらお祝いしようよ。
お祝い？なの？もう鈍いな。ナザミルの活躍のだよ、うん、初めて一緒に依頼を解決したんだ。それに一番のお手柄だったのだからな。だったら俺前から行ってみたかった店があんだよな。そこにしようぜ。どうしたナザミル、遠慮しなくていいんだぞ。そうじゃない、ただ知らない人たちに囲まれるの落ち着かないから。だったらまた前みたいに野営はどうだ。あ、それもいいな。またみんなで火を焚いて飯作って盛り上がろうぜ。嬉しい。楽しい夜にしようね。さて何を作るかな。ナザミルのためですからね、珍味は避けてください。席の配置はと、よし、こんなもんだな。そっちはどうだ。ああ、食材も全部揃った。調理の準備は万端だ。手伝いはいらないか、その味付けとか。ダメよ、今日はみんなの舌とお腹を危険にさらすわけにはいかないの。そうかん、ナザミル、あ、焚き火に使う木の枝集めてきた。このくらいあればいい。あ、十分だ、助かったぞ。今日の主賓なんだから手伝わなくてもよかったのに。うん、私もみんなと一緒がいい。あ、ナザミル戻ったんだ、おかえり。え、どうしたの、私何か変なこと言った？あの、おかえりって。あ、戻ってきたところなんだろ。私そんなこと言われたことない、なかったから。そのただいま。え、こういう時はただいまでいいんだ。おかえりというのは帰るべき場所に戻ってきた仲間にかける言葉だ。帰るべき場所、私のここがそうということだ。ただいま。あ、おかえりナザミル。おかえりなさい。さあ暗くなる前に準備を終えてしまおう。ナザミル手伝ってくれるか。うん、やってみる。忘れぬ夜としよう。ああ、任せとけって。ずっとこの旅が続けばいいのに。ずっとは無理よ。旅には理由と目的があるもの。それが終われば旅も終わる。そうだね。でも終わらないものもある。友達、仲間、あなたとの絆はずっと続いていくわ。うん、そうだといい。できたわ。みんな喜んでくれるかしら。こんなに眠れたの久しぶり。っていい加減ラギルに知らせてやらないとな。変わったわね。私のこと。ええ、柔らかくなった。そうだな、楽しそうと言った方がいいかもしれないが。これが
楽しいということなのかよくわからない。でも前と違って胸の奥が軽い。変な感じだけど嫌じゃない。力を使って誰かの役に立ちたいと思ったこともそれで褒められたこともなかった。誰かと友達と一緒に旅をすることだってこれからだってきっとあるさ。これから何か夢はないか、やってみたいこととか。わからない。先のことなんて考えたこともなかった。無理に考えなくてもいいんだ。そうだ、好きな趣味とかはどうだ。よくやることでもいいと思うわ。あ、書くことか。書くこと？見たこと、思ったことを絵に。時々だけど。ほう、絵をたしなむとな。耳ざといですね。でも印象に残ったものを書くんでしょ。素敵な趣味だと思うわ。よかったら今度ナザミルが描いた絵を見せてくれないか。うん、いいよ。おお、やれやれ。なんという失態だ。今回ばかりは厳しい訓練が必要になるな。これが噂に聞く鬼教官の姿か。見覚えのある景色は安心するな。な、うん、ああ。
うん。はあ。うん。邪魔をするな。地の精霊術だ。こっちだ。ロックブレイク。攻撃に出る。ファール。攻撃に出る。動こい。投げる。ファール。絶対にかわせるか。スルボコイ攻める。スルボコイバーラクテラリビーネ攻める。オナリジンとなれ撃つ。何止める。ふむっ。爆弾バーラク片付けたぞ。あなたは科学がいい。バラクスルボコイ地の精霊術だ。ロックブレイク。コナリジンとなれ。テラリビーネコナリジンとなれ。コナリジン体調がおかしい。硬い狂気の道を信じた者が聞く。どこかにいい医者はいないものか。戦況はこちらに。まだく薬をいただいた。テラリビーネコナリジンとなれ。あとはそこだ。見えている。取り移せ。コナリジンとなれ。あとはいかがだ。そこだ。久々だ。武器を込めさせてもらう。地の精霊術だ。スルボコイ地の精霊術だ。ロックブレイクコナリジンとなれ。味わうがいい。大地の鼓動インミレイティ撃破。あなたが逃がさん。あとはコナリジンとなれ。テラリビーネそこまでだ。コナリジンとなれ。仕留めるぞ。姫様へ。我らに敵なしと言ったところか。コナリジンとなれ。テラリビーネコナリジンとなれ。止める。テラリビーネ受けろ。テラリビーネコナリジンとなれ。テラリビーネコナリジンとなれ。テラリビーネバーラク片付けたぞ。テラリビーネ何
なんてこった。キサラのあの気迫、なんだかいつも以上にすごかった気がするな。ああ、私もそばでそれを感じさせてもらった。俺、キサラと一緒に訓練するのだけはやめとくわ。やっと着いた。さて、なんと。承知した。キサラ、ますますテュオハリムの扱いが上手くなったわね。もう長い付き合いだからな。彼のことはずっと近くで見てきたつもりだ。大将も鬼教官のキサラには頭が上がらねえってことか。ロウ、少し話がある。付き合ってもらうぞ。ああ、冗談だっての。だから頼む、許してくれ。キサラ、デュオハリム様も。ああ、よかった。どうした？牧場のズーグルなら倒したぞ。本当？助かったわ。でもそれどころじゃないのよ。あのあと漆黒の翼から知らせがあったの。漆黒の翼？自ら？町のダナ人とレナ人が互いにおかしな動きを見せていて、もう抑えきれないかもしれないって。それで。分かってる。俺たちに来てほしいんだな。九死で救援を求めるくらいだ。前より危険は大きくなっていよう。ああ、しかもせっかく離れたニズだ。それでも一緒に来るか。みんなと一緒がいい。私も役に立ちたいから。自分で自分の面倒を見られるのは証明済みだもんな。出発しよう、ニズだ。ニズの連中、何を追っ始める気だ。武器がなくともレナ人には精霊術がある。レナはそうでも、ダナは。まさかまた爆弾とか。皆が皆争いを望んではいないはずだ。何とかしてやめさせよう。